平成26年9月21日日曜日です。丸山に向かいます。太田川です。北から風が吹いてきます。丸山が今隠れています。西広島駅です。9時30分です。9時42分、標高が上がっています。大茶臼山が近くに見えます。日が当たっています。小井峠です。国体寺が見えています。そして瀬戸内海が見えました。宮島があります。団地の坂はきついですね。暑いです。小井上中学校入り口です。目印の鉄塔が見えています。中学校のバス停です。登山口あるでしょうか。中学校側に入り口ないから、やはり団地の方から入ります。太田川が見えるところです。あ、新幹線が通りました。この峠から登りましょう。10時10分です。セミが鳴いています。あ、景色がよく見えてきました。瀬戸内海が見えています。宇品島がありますね。伊勢山があります。黄金山、肘山、双葉山や尾長山があります。そしてあちらが宇下山ですね。すすきです。まずは鉄塔です。中学校が見えています。結構丸山って遠そうですね。反射板があります。すぐに2つ目の鉄塔です。結構気をつけて。お、岩があります。おー、瀬戸内海が広がっています。いい景色ですね。二の島が見えます。太田川放水路の河口、小茶臼山、その向こうに宮島です。10時24分、見覚えのある高峠山です。237メートル。3つ目の鉄塔です。中学校の近くです。嫌だけど下りがあるんですよね。10時34分です。御嶽寺への分岐です。木の間に大茶臼山が見えます。10時42分、分岐です。ついでから宗家山山頂寄ってきましょう。10時46分です。宗家山山頂に着きました。標高356メートルです。まずは丸山を眺めます。すすきがあります。山頂からの広島の景色です。
瀬戸内海が広がっています。三代島です。牛田山と太田川です。10時54分同じ道を下ります。10時59分丸山の分岐に戻りました。下ります。西区のハイキングルートです。でも急なんですよ。鉄塔場です。車道が見えています。丸山はあちらですね。まだまだ下ります。車道が見えました。ここが入り口なんですね。草加さんから約1キロです。山道の方に行きます。標識があります。草が多い道です。砂防の右に道がある感じですが、これで合ってればいいな。本当に笹が伸びていますね。不安だから近くを散策していました。でもやはりこれが道みたいですね。川沿いです。ここで沢を渡るんですね。どっちかな。蜘蛛の巣です。道がよく分かりません。あそこに出てみましょう。水が流れています。ブヨがいます。おかしなところを歩いていますが、鉄塔が見えます。あっちが倉庫さんですね。なんとなく道があります。蜘蛛の糸があります。11時46分です。綺麗な山道に合流しました。リボンもあります。ヘビがいました。なんか見えてきましたよ。分岐ですね。鉄塔もあります。やはりこの分岐に出たんですね。丸山に行きましょう。11時50分です。もうやばないでしょう。えぐれ道です。急になってきました。もうすぐだと思うんですよね。分岐からちょっと登ります。反射板が見えました。ありました。三角点です。丸山山頂です。丸山からの景色です。瀬戸内海が見えています。二之島、西の海島です。先ほどの倉庫さんですね。その向こうに黄金山、エゲ山があります。山頂は木が伸びたんですよね。反射板の下には入れません。12時13分以前はこっちから登ってきたから、こっちから下って先ほどの道に戻ります。先ほどの道です。よいしょ。12時26分倉庫さんとの分岐です。さあ、大茶山が見えています。近いですね。西の方の景色です。12時31分車道に出ました。心の団地です。峠に茶臼山の入り口があります。でもこの車道を下ってみます。
うまく中学校に下山したいですね。倉庫さんです。鉄塔が見えますね。小井ヶ丘病院まで下ってきました。やはり倉庫さんまた登るようになるんでしょうね。瀬戸内海が見えます。車道が下っていっていますね。さあ、小井ヶ丘の団地です。やっぱりここまで下ってきました。朝自転車でこっから登ったんです。さあ、もう一回峠まで登りますよ。もう一汗かいています。さあ、朝の登山口に戻りました。13時25分です。